はい、どうもこんにちは。今回のテーマは平面派の鑑賞です。平面派というのは何かというと、こういうふうにですね、波面がまっすぐになったもの、これが進んでいくもの、これが平面派になっているんですが、この2つの平面派がこう重なった時にですね、干渉していく強め合う場所、弱め合う場所ができるんですが、強め合う点の集合、腹線がどこにできるか、そして腹線と腹線の間隔がいくらになっているか、そしてもう一つですね、腹線の中でも例えば山と山が重なって大きく振動している点っていうのは伝わっていくんですよね。振動が伝わっていくので進んでいくんですよね。その進んでいく速さっていうのも今回求めていきます。少し慣れない難しいテーマになってますが、一緒に頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。いつものように授業プリントは概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひプリントアウトをして書き込みながらこの授業を聞いてみてください。はい、それではですね、今回のテーマは平面波の干渉を見ていきたいんですが、平面波の干渉を見ていく前に、前回やった水面波の干渉、これをちょっと見ていきましょう。で、前回お話ししてなかったところも含めてちょっと見ていきたいんですが、今回ね、前回と同じようにここに波源があって、ここから球面波がね、こうやって広がっていってますよと。で、もちろん広がっていく中で経路差が0になるところ、ここは半波長の偶数倍になってました。経路差が0になるところっていうのは、波源2点からの垂直二等分線上でしたから、ちょうどここが経路差0になってて腹になっているということだったんですね。なので、ちょうど赤丸で書いたところっていうのは強め合いの点、山と山が重なって最大振幅になっているというところなんですね。じゃあこの山と山が重なっているところなんですが、ここでずっと止まってるかっていうと、実はそうではなくて、球面波っていうのはこの後進んでいきますから、例えば左側の球面波はこういうふうに広がっていきますし、右側の球面波っていうのはこういうふうに広がっていくんですよね。なので、先ほど山と山が重なって大きく振動してた点っていうのは、現在はどこにいるかというと、ここに来てるわけなんですよね。なので、この後上に進んでいるっていうことがわかるんですよね。それを書いたのがこちらの図になってます。なので、先ほどの様子で見てあげると、実線で書いたものを今回点線で表したんですけども、大きく振動しているところはここ、時間が経って球面波が広がっていて山と山が重なっているところはここになってるんですよね。なので、山と山が重なって大きく触れているところがこういうふうに上に進んでいってますよということがわかるんですよね。なので、腹線なんですけども、ここはどういう振動しているのかっていうのを見ていきたいんですけども、この腹線をちょうど横からですね、見た図っていうのをちょっと考えていきたいなと思います。ちょうど横から見た時なんですが、ちょうどこの点線の時ですね、こちらの図の時ですね、こっちでいうところの点線のところなんですが、この時どうなってたかっていうと、この人から見てあげると、ここですね、ここが大きく振動しているところで、ここはあるいは谷と谷が重なっているところで、下に大きく振動しているところになってたんですね。時間が経つと、この大きく振動している点がここまで上に進んでくるというところなんですね。なので、この時の波形がどういうふうになっていくかというと、こんな形になっているんですね。山の部分が、定常波の山の部分、大きく振動してたところが今ここまで来てますよと。なので、定常波なんだけども、この横から見てあげると、この山の部分がこういうふうに上に進んでいっているっていうふうに見えるんですよね。なので、いわゆる進行波になってるんですね。なので、この部分は定常波になってて、すべて腹にはなってるんだけども、腹ってことは振動していますから、その振動が上に上に伝わっていて、波形として上に進んでいってるように見えるということなんですよね。なので、ここがちょうど腹線になってて、腹線のところでも倍数の振動が伝わっていってるんですよということがわかります。はい、それでは平面波の場合見ていきましょう。今ですね、平面波ですね。平面波っていうのは何かというと、波面がまっすぐなものですね。これが、そのまま右に進んでいったら、また波面がまっすぐ、また右に進んでいって、波面がまっすぐになっているものを平面波と言います。じゃあ今ですね、こういう平面波があるんですね。こういう平面波がこっち向きにですね、速さ V で進んでいますよと。で、もう一つ、こういう平面波ですね。こういう平面波がこっち向きに同じ速さ V で進んでますよと。で、この速度の方向っていうのが、この左右方向からシーター傾いてますよという設定なんですね。で、共に波長はラムダっていう設定です。じゃあ、問題見ていきたいんですが、腹線の位置を図示していきましょうと。
で、腹線の位置はもう簡単に考えることができて、山と山が重なっている点を考えていけばいいので、今表されているのは何かというと平面波の山なんですね。なので山と山が重なっているところって、例えばここ、ここ、ここ、ここになってるんですね。他にもあって、ここ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 、あるいはここ、ここ、ここになってるんですね。なので考えられる腹線としては、どんな腹線があるかというと、こういう縦の腹線、あるいは横の腹線、どっちかになるんですね。どっちなのかな、縦なのかな、横なのかなっていうのちょっとわからなくなってくるんですが、先ほど考えたことっていうのを使っていきましょう。腹線上で振動が伝わっていて、いわゆる進行波ができているので、腹線上を振動が伝わっていく、進行波が進んでいくってことから考えていきましょう。今じゃあこの波面で考えていきましょう。こことここの波面で考えていってほしいんですが、時間が経つと進んでいきますよね。なんでここの波面は時間が経つと左上に進んでいきますから、ここに行きますよと。同じくここの波面は時間が経つと右上に進んでいきますよね。なので一つの波面がこっちに行き、もう一つの波面がそのまま進んでいって、こう進んでいくわけですね。なので山と山が重なっていて大きく振動してた点っていうのが、先ほどここにあったのが時間が経つことによって、これ上に進んでいったんですよね。わかりました？なので腹線上を進行波としても進んでいくので、今回は進んでいく方向から考えてあげると、横の腹線ではなくて縦の腹線になっているということがわかるんですね。はい、よろしいですかね。なので今回縦がもう全部書いてませんが、腹線ができているということですね。横ではないということでした。山と山が重なっているところがどういう方向に時間が経つと進んでいくかということを考えてあげることによって、腹線の位置っていうのがわかるということだったんですね。じゃあ今回もう一つ問題があって、この同位相の点ですね、山と山が重なっている点が、まあ、どの方向に進んでいくかというと、今回上に進んでいくことが分かったんですけど、まあ、その時の速さを求めていきましょうという問題なんですね。じゃあ速さを求めていきたいんですが、例えばですね、これここにある山ですね、波面である山が重なった波面が次ここに来るんですね。ここも山になってますから、ちょうど1周期経った時にここからここまで波面が進んでいくんですよね。なので波面が進んだ距離ってのが速さ v で1周期ですか、周期を t って仕上げると速さかける時間で vt と出てくるんですね。じゃあここで求めた vt ってのは何かというと、波面ですね、この波面が速さ v で進んでいってますから、この距離なんですね。この距離が vt ってのは分かってるんですけども、同位相の点ですね、山と山が重なっている点が移動した距離はこからここまでですから、この長さを求めていきたいんですよね。なのでこの長さを求めていきましょう。じゃあ今分かっていることは、この波面が進んでいく方向が左右方向からシーター傾いているということが分かってますから、これを使って考えていきましょう。はい、よろしいですかね。ちょうどこの部分、ここの角度がシーターになってるんですよね。なのでちょうど見にくいかもしれませんが、この残ったところが90度引くシーターになっているので、もう一つのここですよね、ここが同じシーターになってますよと。そこから考えてあげると、山と山が重なったところ、この進んだ距離、ここからここまでですね、これがいくらになっているかというと、今ここで直角三角形ができていて、ここの角度がシーターってことが分かってますから、サインシーターですね、求めたいところのサインシーター倍をしてあげると VT になるってことから考えてあげると、求めたいところはサインシーター分の VT だと分かるんですね。はい、よろしいですかね。なので時間 t 秒、1周期の間で進んだ距離がこっからここまでで、その距離がサインシーター分の VT ですね。距離割る時間で速さが計算できますので、この距離を時間ラージ t で割ってあげたものが速さになるということですね。なので山と山が重なる点が進んでいく速さっていうのは、サインシーター分の V と出てくるということなんですね。はい、よろしいですかね。ではもう一問やっていきましょう。今回問題には設定してなかったんですが、よく聞かれる問題として、この腹線から腹線までの距離ですね、この距離を求めていきましょうという問題もありますので、今回それを見ていきたいなと思います。はい、腹線から腹線までの距離を L としておきましょう。はい、ちょうどこの部分ですね、ここ L と置いておきましょう。じゃあ同様にですね、ここも腹線から腹線ですから、ここも L と置けるんですね。はい、じゃあ腹線から腹線までの距離、この L を、距離が与えられているのは何かというと、もう波長だけですから、波長ラムダを使って考えていきましょうと。波長ラムダっていうのはもちろん山から山までが1波長ですから、今回のこの平面波で考えていきましょう。
この平面波で考えてあげると、山から山までの距離っていうのはちょうどこの部分になってるんですよね。はい、よろしいですかね。なので、あとはこの直角三角形に注目してあげると、2L とラムダの関係が角度θをもし使って出せたらいいよねっていう話になってくるんですよね。はい、じゃあ角度θ使って見ていきたいんですが、ここですよね。速度方向と左右方向がなす角度が θ でしたから、ちょうどこの部分ですね。この部分が今回θになっているというところですよね。はい、なので直角三角形注目していきましょう。2L とラムダの関係っていうのはちょうどコサインになってますよね。なので 2L コサインシーターがラムダになってますから、これから計算してあげると、求めたい腹線と腹線の距離 L っていうのは2コサインシーター分のラムダと出てくるということなんですね。はい、よろしいですかね。なので一番最初のこの腹線ですよね。腹線が縦になるってことさえ分かってしまえば、幾何学的に簡単に計算できますので、まずはこの腹線っていうのをしっかりとね、書けるようにしていきましょう。最後のまとめだ、にゃ。はい、それでは最後まとめていきましょう。前回やった水面波の干渉ですね。波源が2つあって、同位相であれば垂直二等分線上がちょうど腹線になってたんですね。ただ腹線といっても、山と山が重なって大きく今最大振幅になっているところの点っていうのは、時間が経つと次の球面波を書いてあげると上に進んでいってるってことがわかるんですよね。なので腹線の中でもこういうふうにですね、横から見てあげると波が進行していってる、振動が伝わっているということがわかるんですね。はい、平面波の場合も同様で腹線ができてるんですけども、この腹線の中で振動が伝わってるってことがわかるんですね。前回までと同じように山と山が重なっている点を見てあげると、あ、横から腹線が横にできているのかなと思うかもしれません。まあ、運よく縦を見てあげて縦かなっていうふうに思う人もいるかもしれませんが、迷った時はどうしてあげたらいいかというと、時間が経つと平面波が進んでいきますよと、もう一つの平面波も進んでいきますよと、じゃあ山と山が重なっている点が、あ、今上に進んでいってるなっていうことがわかるんですよね。なので今回の腹線は縦になっているということが判断できるということなんですね。じゃあ、あとは腹線がしっかりと掛けさえすれば、波の進行方向に波は進んでいますから、ここが波長になっていたりとか、速さを使ってあげると、速さかける時間で VT と出せることから、腹線の間隔であったりとか、山と山が重なる点が進む速さであるっていうのが分かると、計算できるということなんですよね。はい、ホームページにはたくさんの問題を用意していますので、ぜひ概要欄からチェックして問題をたくさん解いてみてください。この動画が良かったなっていう人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。